そういった極めてベーシックな話もありますし、あるいはいろいろと諸国を待ってみますと、それぞれの省庁は日本でも同じ、それぞれの省庁は勝手にそのインベントリーを作っておりましてです、ね、自分たちは勝手に計画を作る、どうしても整合性の取れないようなものがあると、そういったときに何が必要かというと、それをこう統一して判断し、いい政策にまとめる機能を持つツールは何か。 これがまあインテグレートアセスメントモデルと言われているものなんですけれども、そういうものをみんなが勉強してもらうというようなことも、非常に研究面およびトレーニングの面として非常に重要なものがあります。まあ、一番皆さんよく、あのあそれが大切だと思われるのは、やはりこれから、えー、都市化がまだまだ進んでいく、あるいはもうすでに巨大都市がいっぱいある、この都市のマネジメントをどうするか。で都市というのは、市長がええやっとこう命令すれば、すべてのシナリオもできるわけですから、非常にいいもので,ですね。 まあそれは一つのいいユニットだから、まずそこから始めてみようだとかですね、そういういろんなことをまあ昨日も議論しまして、われわれはまだまだやらないことがいっぱいある、それでこれをどう現実の政策に持っていくかということにこれから尽力しようということで、このローカーネットを立ち上げております。以上ですすままどうううもありりがとごございます今ご説明ににしたように なぜグリーン経済が重要なのかそれに加えてローカルネット自体も非常に重要だという話でしたそれでは次に藤野さんの方からこれまでの実績経験を語っていただきたいと思いますローカルネットを活用された経験ということでお願いいたします森所長ご紹介どうもありがとうございます皆さんおはようございます私も西岡先生のスタイルを踏襲いたしまして日本語で発表させていただきます さて外国からの方にはお詫びを申し上げます。藤原さんにも申し訳なく思いますが、以前英語で、えー、発表しましょうねと決めたにもかかわらずです申し訳ありません。さて低炭素社会 LES まだえ英語で喋ってますね申し訳ありません。 あの本当にエ i m の活動というのは藤原さんにご紹介いただきましたように1990年から始まっています3人の最初のファウンダーというかここにいるあの後ろに座っている貝沼美希子それから昨日も来ていました松岡譲という京都大学の教授そして2003年9月4日に逝去された森田恒之この3人が核となって。 1990年から始めてこのようなメンバーこの中にも a イ m の仲間がパネルにいますし会場にもいますしまたはそれに関係して一緒に仕事をしている仲間がいます今日は3つのポイントについてお話ししたいと思います1つは我々の経験インテグリティですあの <laughs> この中にあのひょっとしたらえ女子高 高校生のマネちょっとタイトル忘れちゃいましたけれどもあの高校生の女子高校生がマネージャーになるにはどうしたらいいとかっていうあのドラッカーのやつをマネした本があってそこにあの真摯さ真摯って、まあ、真剣の真に死って難しい字に差が最終的には大事だって言ってるんですけども実はドラッカーのマネジメントの本にはインテグリティという言葉が訳されて真摯さとなっていると聞きました。 我々はずっとインンテグレーションモデルをあの 2, 2つ目のポイントは、えー、長期の投資ができるかどうかそういう条件を整えられるかどうかそして最後は、えー、良いリーダーになれるかまたは良いフォロワーになれるかということについてお話ししたいと思いますこれは一つ我々20以上のモデルを作っておりますけれどもそれの一つ最近よく使っているモデルです 本さまざまな要素ですね、エネルギー温暖化に関わる要素をです、ね、交通分野だったり、住宅分野だったり、産業分野だったり、エネルギー転換分野だったり、さまざまなすべて関わるものを扱わなければいけませんので、例えば今、中央環境審議会、地球環境部会の下に2013年のことを話し合う、まあ、まさに日本で行われているエネルギーの選択肢作り、それを の情報を提供する小委員会があって、西岡先生が委員長されて、私も委員をしていますけれども、その親部会で森島先生もいらっしゃって、ずっと議論した、そういった議論をまとめるためのシミュレーションモデルというものをずっと作っていまして、日本のシナリオにも役に立てています。 えー、そういったその、えー、統合評価モデル、まあ、エイムは日本のモデルですがオランダのイメージモデルとかいろいろ世界にもありますがこれができる役割は非常に大きいと我々は信じていますけれども、えー、一方でどうやってファイナンスをです、ね、確かにしていくかとか、えー、レ,ジストレ,レジストレーションというか法律的なものをきちんと位置づけていくとかコンセンサスビルディングですねいくらいいシナリオでもみんなが納得して、えー、地域の方がオーナーシップを持つような 活動にできるかかかどうかとか地域のカルチャーとかヒストリーに根ざしたものであるかどうかとかそういうローカリティとか、まあ、あとはてなはてなはてなありますけれども実現の可能性を高めるために統合的な考えは必要ですけれどもモデルでできることできないことがあるということです。そういいったモデルを使いまして我々は えー、そのエネルギーの選択肢作りに向けて例えばこういうちょっと字が小さいですけれども、えー、シミュレーション計算をしていますこれは日本で2030年に向けて、えー、エネルギーを再生可能エネルギーを増やすとか省エネルギーを進めるとか非常にアグレッシブな、えー、対策をしたときに、えー、お金がどれぐらいかかるのかというものを示したものです、えー、投資回収年数ペイバックピリオドをもし長くできたら 長期で見ると省エネでお金が節約できますから得をするしかしそのピリオドが短くしか見れなかったら右のグラフにありますようにプラスのコストになってつまりコストになっちゃうとその間には回収できないとそういったその長期間の投資っていうのをどういうふうにするのか実はそれは人材もそうですね我々教育を受けますけれども教育投資をしてそれによっていい人材が育つと信じるから 教育をするんだと思うんですけれどもそういったそのロンガータームなインベストメントについて誰が席キしてくれるのかどう考えるかっていうのが大事でこれはまあシミュレーションモデルではそういう結果を示せますけれどもその仕組みまでは示せませんえ良いリーダーになるためこれは藤原さんのところにも紹介していただきましたけれどもそういったご紹介したエイムのシミュレーションモデルのやり方をやって今アジアのさまざまな国でさまざまな仲間とともにですね またはさまざまな政策決定者こちらにあのタイの TGO のプラセトゥークさんあの局長もいらっしゃいますけれどもあのそういったあの現場でまさに戦っている方にどうやってあの助けられるようなものができるかというのをやっていますあのこちらの方で最新のこういうブローシャーをですね i g s の LCSR ネットのブースの方にも置いてますのでもしよろしかったらあのお手に取って中身見ていただけたら。あの もももいいいまますすし浅山由美子っってて手前に座っているものもいますちょっと私は昼でちょっと失礼するのでその後フォローできませんけれどもあの引き続き中身のところは聞いていただけたらと思いますけれどもこういった今これは今まだ途中でまだまだ作っています例えば、えー、マレーシアのジョホールバールを中心としたイスカンダール・マレーシアというちょっと日本人にはですねちょっとイスカンダールって何だろうか、まあ、これが分かる人は年齢が大体分かってくるんですけれども 宇宙ヤマトですね、まあ、勝手にイスカンダールが低炭素になればアジア世界が低炭素なんじゃないかってあの勝手に思ってるんですけれども今そのイスカンダールにあるマレーシア工科大学のホウ先生ちょっとちょうどパラレルセッションで違うところで今お話しされてますけれども、えー、彼を中心にまたはイスカンダール・リージョナル・デベロップメント・オーソリティという開発庁現地の行政機関と組んで、えー、1人の方策を作っています。 えー、そこではグリーンエコノミー、グリーンコミュニティ、グリーンエンバイロと大きく分けながら12個の、でその中に特にですね面白いのは7番目で、コミュニティエンゲージメントコンセンサスビューディングとちょっと日本の方策作りではちょっとできてこなかったようなものが、マレーシアの方ではもっと現地目線でやらないとだめだよねということで提案されています。これは、えー、ジャイカと 稲田さんいらっしゃいますけれどもあと JST があの共同でやられているサトレプスプロジェクトの一環で進めていますそしてそういった成果をですね西岡先生中心となってやっているローカーネットにぜひどん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 入れ込みたいというのが我々の作戦です我々は、えー、いいものをできるだけ作るとただやはりいいコミュニケーションをしていただける方がいないといいものは広まっていきませんし 逆にどんなニーズがあるかもわからないとそういう役割分担ができないかなと思っています。